こんにちは、ご無沙汰しております。ちょっとね、いろいろごちゃごちゃ忙しくてね、なかなかアップできませんでしたけど、本日はですね、またちょっとこう興味のない方には申し訳ないんですが、車ネタをね、いろいろとこうお話ししてみたいと思います。まあ、前回も出したんですが、私はあのトヨタのハリアをね、今受注待ちの状態なんですが、まあ、ちょっと残念なお知らせが一つね。またあの2月12日と19日が稼働停止でね、ちょっと納期がどれぐらいになるかわからないんですが、まあ数ある工場の中で高岡第2ライン、そこでね、あのハリア製造してるんですね、アトラブホート。まあそこがね、2日間止まるということで、今あのバックオーダーを抱えてね、まあ、あの月産1万台ペースで製造してるみたいなんですが、まあ単純に日割りで330台ぐらいになるんですかね。まあ、あの休みの日もあって、休みの日はないんかな、まあ大方350台日産でね、まあ2日間止まるとざっと700台影響してくるんですが、まあその700台でね、各デーラーどれぐらいの遅れがあるかちょっとね、あの予想つかないんですが、まあ、いずれにしてもね、まあ、納期が伸びる可能性がね、出てきました。まあ、今のね、またこうオミクロンの影響で海外でね、部品製造している工場がやはりこういつも通り稼働できないということでね、まあ、若干の遅れが出るかと思います。まあ、ちょこちょこっとねコメントもいただきます。まあ、他にもね、たくさん受注待ちの方がおられるみたいで、まあ、私もそうなんですが、まあ、一日でも早くね納車を心待ちにしてるんですけど、まあ、ちょっと残念なニュースですね。まあ、あの下取りの方もね、納期が伸びるとね、まあ、まあその分 下取りの値段もまあ変わってくると。今まあ中古車値段ね、かなり高騰してるみたいなんですけど、またそれまでに車検が来る方もいらっしゃれば、私のようにね、もう私はもうすでにもう車が今もうない状態で、まあちょっとね、友人に台車をねちょっとお借りしてるんですけど、まあ少しでもね、皆さん早くね、納車されることをね待ってると思うんですけど、まあこればっかりはね、もう致し方ないというか、もうどうしようもないですもんね。まあ、このあと急激にこう増産できる体制でもねないみたいで、まあ工場の余力があってもね、その部品が入ってこないとね、部品含めて全てトヨタが作ってるわけじゃないんで、まあそのあたりがちょっとね歯がゆいところでもあるんですが、まあ全体的にね、他の車も伸びてるみたいで、こうなる前からね予定はあったんでしょうけども、まあこのバックオーダーの数でね、次から次新型車を出すのはねどうかなというところもあるんですが、ますます伸びるんじゃないかとね。まあ車種によってね、それぞれ作る工場とかラインが違いますんでね、まあ一概には言えないんですけど、まあやはり人気集中してる車はね、特にね、まあハリアもそうですけど、まあ、あとヤリスクロスとかね、まあ、今度出たカローラクロス、ノアやボクシーなんかもね、まあ、フルモデルチェンジしてかなりバックオーダー抱えてるみたいなんですが、まあ、いつまで続くんでしょうね。まあ、私次回ちょっとね、紹介であげますけど、バイクの方がね、昨日に納車になりまして、まあ、まあ今の方の PCX なんですけど、それまたね、まあ、興味ない方もおられると思うんですが、まあ、次の動画でね上げたいと思うんですけど、まあ、ハリアと同じ時期に受注をかけて3ヶ月半かかりましたね。もう4ヶ月弱ぐらいかな。まあ、ハリアはまだねもうちょっとかかると思うんですけど、まだ2ヶ月半、まあ、遅れれば3ヶ月ぐらいね。もうすでに、まあ、2月上旬でね受注してからも4ヶ月経つんですけど、まあ、一応予定としては半年でね入るということで、まあまあその辺もね、ちょっとこういう状況が続くとね、
工場の製造ラインが止まってしまうとまた伸びる可能性がね高いんですけど、まあなんとかねそういうことがないようにね、まあ、2月はその2日間決まってるみたいなんですけど、まあこれ以上増えないようにね祈るばかりでございます。まあそれともう一つね、今のハリアでねリコールが出ました。まあ賛否両論あるあまり評判の良くないリアウインカーですね、まあそれがつかない可能性があるというようなことでね、今現に売り出してる車がねリコールになるというようなニュースも入ってきましたね。まああれどうなんでしょうね。まあ私もそんなに、気に入ってるわけじゃないですけど、まあ国内では珍しいけど外車ではありますもんね。ああいう低いうちにウインカーがついてる車もね、まあ若干ねそういう車が少ないもんかね違和感感じますけど、まあ私自身もね違和感感じるんですけど、まあおそらくねこの間も話しましたけど今年の秋口の一部改良かねマイナーがあると思うんですけど、まあその時点でね結構あれは不評やから変わるんじゃないかという意見がね多いんですけど、まあおそらく私リアのウインカーはね変わらないと思うんですけどね、まあ今回まあリコール出たからまあちょっとこうどうなるかわからないんですけど、まあそのリコールもねあの位置につけてるからっていう理由じゃないと思うんでね、まあその辺はわかりませんけどね、まあ次のモデルがねもうちょっとこれ納車も伸びてますんでね、今よりかなり良くなってかっこよくなるとちょっと残念ですけどね、まあそやから言うてねまた来年の秋までね、まあ新たにねその数ヶ月前から受注入れて待つということもできませんのでね、まあ今の車でもまあ十分気に入ってますんでねいいんですけどね、やっぱりそういうマイナス部分を潰していきますんでね、栄養になると腹立つなというのがね、まあ腹立ってもしゃあないんですけど、まあそういうニュースがね入ってきてましたね。まあいずれにせよね、まあこれ、まあ、車が入ったら入ったでまたね、車待ってるわ入らんわまたね、そのちょっと先にマイナーやなんやって言われるとねあまり気分のいいもんじゃないんですけど、まあ車納車されればまた気分もね変わるかと思います。まあちょっと長すぎますよねいくらなんでもね。まあこれがね先ほどお伝えしたようにね操業停止で皆さんね待たれてる方私も含めて納期がね伸びないことを祈りながら、簡単ですが今回はハリアーのネタの動画を作ってみました。ご視聴ありがとうございました。